熊木さんに聞いて頼んで食べました。美味しかったです。食べれました。私でも、うん、だから一回スーパーで買ってもさ、でその鮭おばさんに教えてやったのに、私親切だから、はい、鮭おばさん教えてくれないと。かわいい。